ナブちゃん。はい、皆さんこんにちは、ゴーゴーゴーフィッシングのナブです。今回は新しい釣り場開拓に便利な携帯アプリ3つの紹介と、具体的にそれをどう使っているのかをお話しさせていただきたいと思います。皆さんもすでに使われている Google マップも最初に出てきますが、それだけではないので、ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんな時ありますよね。新しい釣り場で釣りをしたい。いつもの釣り場では釣れない魚種を狙いたい。もっと大きい魚を狙いたい。他の人がいない場所で釣りをしたい。そんな時私はこの3つのアプリを見て、実際足を運んで調査する場所を決めています。その一つ目が皆さんもよくよく使われているこれです。
マジ隠れた。来たよ。トントンで来た。さあ、なんでしょう。入れ食い状態だね。嬉しいね。楽しいね。はい、というわけで、新しい釣り場を探すにあたって、私は、このアプリを使って探しています。結構いいとこが見つかっていい釣果を上げれてることも何回かあります。新しい釣り場を探してそこで釣果を出す、これも釣りの楽しみだと思います。ご視聴ありがとうございました。素人なりの、ヒットパターンをいろいろ今後もアップしていきたいと思います。よろしければ登録お願いします。